首里城の地下にあり、沖縄戦の指揮が取られていた第32軍司令部壕。現在、保存公開に向けて、壕の構造や坑道の位置を特定する県による調査が進められています。この調査で参考にされているのが、アメリカ軍の資料であるインテリジェンスモノグラフです。全容が明らかとなっていない第32軍司令部壕について、アメリカ軍はどのような記録を残したのでしょうか。横田記者のリポートです。こちらが第一坑道の入り口で、でこれからずっとですね、金城町側の第五坑口側に32軍の司令部壕がですね、ちょうどこの真下を通ってるというイメージですね。沖縄戦を研究し、第32軍司令部壕などについて平和ガイドを務める中村誠さんです。首里城の地下にある第32軍司令部壕は沖縄戦における日本軍の拠点で、当時学徒兵などが動員され構築され、総延長はおよそ1キロにも及ぶとされています。1997年に保存公開が検討されましたが、崩落の危険性などから調査は進まず、現在も壕の全容は明らかとなっていません。米軍はですね、沖縄戦の前にすでに首里に、司令部があるということはもう把握してるんですよね。一体どのような形で、この防衛の仕組みがあったかと、あるいは組織がどうなっていたか、そういったのはこの全部インテリジェンスモノグラフに取りまとめられていてですね、実況見分をした報告書と言ってもいいですね。インテリジェンスモノグラフはアメリカ軍による沖縄戦の報告書で、日本軍の陣地や戦力など沖縄戦全般にわたって細かく記録されています。この中で第32軍司令部壕は、日本軍が南部に撤退した1945年の5月に調査され、5つの坑口と2つの縦坑の位置や長さ、そして壕内部の写真など構造が詳細に記録されています。捕虜をここに連れてきて、そういった中で実際に現場検証みたいな形のことを進めながら、この報告書もですね、作成されています。今現在あるものでは一番正確性が高いものが、この米軍が作った図面になりますね。首里城公園内では現在、県が坑道を特定するためボーリング調査が実施されています。インテリジェンスモノグラフは坑道の位置などを特定するため県が参考に用いていて、これまでの調査では第一坑道の床面が確認されたほか、坑口の特定に向けて試掘調査が続けられています。また去年の調査では、地下の第一坑道につながるシャフト A と呼ばれる縦坑の付近でボーリング調査が実施されました。日本軍の今残っている資料とか見てもですね、このインテリジェンスモノグラフみたいに縦坑の構造がきれいに描かれたものは見たことがないです。その存在がほとんど明るみに出ていなかったシャフト A、 インテリジェンスモノグラフにはシャフト A について全長およそ30メートル、そして中腹には踊り場のようなスペースが設けられるなど詳細な記録がされていました。また地上部分には敵の侵入を確認する監視台があり、シャフト A を降りた周辺には作戦室や司令官室など軍の中枢的な機能が集まっていました。作戦を練るですね、参謀で、それを決裁する司令官もここにいますから、まさにここで、沖縄のいろんな作戦がですね、実施のための判断が行われた場所がちょうどこの下あたり。沖縄戦で多くの住民を巻き込む南部撤退を決めた第32軍司令部の判断はこの地中で下されました。中村さんはインテリジェンスモノグラフについて、司令部号の存在を確かなものへと裏付ける重要な資料と話します。戦後もう80年近くなるとですね、そういった戦争遺跡も
どんどんなくなってきますし、この機会にですね、これを保存あるいは何らかの形で公開するということは、まあ、非常に大切なことでだと思います。県はボーリング調査について中間報告という形で今年度の公表を予定しているほか、来年度は保存公開に向けた基本計画の策定を進める方針です。沖縄の繁栄の象徴として復興が進む首里城、その首里城の地下に眠る第32軍司令部号は、沖縄戦の記憶を次世代に継いでいくためにも必要不可欠な戦跡といえます。戦跡は物言わぬ伝承者とも言いますし、戦争の実相を後世に伝えていくためにこれから非常に重要な役割を担っていくだろうと感じます。号の保存公開に向けて有識者で検討する委員会も、去年玉城知事に2026年の首里城正殿の再建に合わせて司令部号を文化財として指定するよう提言しています。司令部号の保存公開を求める会では、第32軍司令部号の内部を再現したジオラマを今月10日から首里城公園の水務館で展示するということです。